この状態見てちょっといかに湯気が出てる感じになってる。わかります？イカちょっと湯気出てるの。あ、やばい！ここやばい、ここやばい、ここやばい！かげろう？かげろうか、これ。これやばいな。大丈夫か、イカちゃん。え、すごい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 。はい、イカちゃんからなぜ煙が出てるかというと、これは煙ではありません。これはね、エクスプロッシャーのヒーターのモヤモヤした部分なんだよね。スプラトゥーンっていうゲームの仕様なんだけど、近すぎると消えちゃうのよ。で、その消えるのを利用して、このヒーターの部分を近づけてやってます。周り見ると、こんな感じでした。はい。最近ですね、このスポンジを使った移動方法が流行ってるみたいなので、私もやってみたいと思います。ここに貼り付けて、タイミングよく前に行くんだけど、今ね、うまく成功するとね、この上乗るんだよね。ちょっともう一回やってみたいな。ちょっと失敗しちゃったな。いくよ。あー、届かない！惜しい、惜しい、惜しい、惜しい！いや、結構惜しかった。あ、ありがとうございます。はい。あ、いた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 、これ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 。これよ。もしかしたら活用方法は、ないね。はい！あ、いた！ここや、ここや。このガチホコ禁止エリアから、いけるんや。ここはガチオコが割れても死なないんですよ。ほら、頭ちょっと出てるけどやられないんよ。ここで撃つのおすすめです。最初ね、すごくない？この近さでやられない。この距離でここ割ります。あほら、ここ死なないんですよ。この近さでやられないのすごいよね。はぁ、くらえ。うわすごーい。目の前に撃ちまーす。いきまーす。ほい。で、ここで、塗りリセット。すると、ほら、ちょっとかっこいい。下から見たらやばい。あー、落ちてきた。何これ。小ネタなんですけど、ここ乗った時にパチパチって音鳴るんですよ。イカがパチパチバーベキューされてるの、音も鳴るんですよ。パチパチパチ、試し打ち散歩とかで行ったらすごいわかると思います。散歩で来るとわかると思います。はい、今度はもずく農園のとある場所でスライドをするとエリア外に出てしまう。めっちゃ近いんだけど、ここリスポーンに戻されるから、強制的にリスポーンに戻される地点、ここ。あ、行かない。あーん、あーん、あーん。